愛妻ぐすよ、はい、クタンディネミソーランナ、はい、シュマクトゥバエンターテインメント6月21日旧暦ウトウティ軍月17日火曜日午後4時チムガナサシュマクトゥバニュースの時間ナトイビンパーソナリティやワネキシモトタルガーニートゥ中村によっちゃんばあちゃんしうっくいさびん、はい、そしてチューンほかまちよこやいびんいとしくんげさびら、はい、ほかまちよさんもまじゅんみっちゃいし番組うつどきさなやにちゅうむといびくつぐすよゆたさるぐつ、はい、いとしくんげさびらにげさびら、はい、この番組は au ショップネーブルカテナ店茶壇美浜店株式会社メガネトゥーワンハエバル店医療法人市政会デイサービスセンター諸見の里かかず委員へんとな歯科委員美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア桑江皮膚科委員有料老人ホーム宅老所なごみの家有限会社丸内重機サロンドモア美容室崎原土建株式会社学童教室太陽の子有限会社金城自動車整備工場の提供 FM ギノワン茶壇町文化協会シマクトゥバブ青年部沖縄ハンズオン NPO の協力しうつどきさびん、はい、はい、よっちゃんばあちゃん、はい、うたさるぐつうにげえさびらシマクトゥバエンターテイメントしうちなのうと語り伝承しじる番組やいびん毎週シマクトゥバかなさするちゅんちゃんのゲストトークシマクトゥバニュースのコーナーシマクトゥバ紙芝居のコーナーなどなどうふうこの内容しうっくいさびんまたインターネットちちみしえる方またうちなびけやアイビランカーマ外国運会面しえるうちなかなさしみしえる部数4回この番組海かきることないびんまた父うたびみしえることないびんことぜひこの番組かなさし父うたびみせおりうぶにげさびら、はい、よっちゃんばちゃん、はい、ニフェーデービル、はい、はい、よっちゃんばちゃん、はい、チャーガンジュやいびがやチャーガンジュだよ明日一中なさん一中なさいびがや明日一中なさんのデージはい、千代さんごめんなさいねチャーガンジュやいびがや、はい、チャーガンジュやいびしがよ、はい、あの昼夜へ睡眠不足やら咳が漏れたりしてますね大丈夫やいびがや大丈夫ですはい、ちゅん、あのみっちゃいし番組うとどきさなやんでちゅんむといびしが、はい、はい、もうむんなれやいびくとうふうこの学びですねまた今日もいろいろ教えていただきたいと思いますはい、そしてちゅんあのわしたふるさとテーマしですね番組うとどきさなやんでちゅんむといびん四季の注意しじやいびんどんでるあのちゅんたしきだしきの心ですねこれはまた教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はいはい、はい、それでは最初のコーナーに行きます。はい、最初のコーナーやシマクトゥバニュースのコーナーやいびん、うん、今起こっているニュースを新聞から抜粋し中村よっちゃんばあちゃんがシマクトゥバで読み上げ解説するコーナーです。はい、よっちゃんばあちゃん、はい、中のニュースやニュースやいびがや中やよ、うん、アジサイ育てて40年98歳のヨヘナさん私の生きがいにアジサイを多く育てみそうちゃんにおばあちゃんのお話やいびん元部長泉家しろりみせるヨヘナウトさん98歳や雨の時期にいっぺすきえんで雨が降っての後のアジサイの花や血をふくりいっぺ輝ちどの季節よんかに元気にけんなりにたった二株のアジサイが生や一万株んかになり青色の絨毯が力投入ウトさんがアジサイと一緒に過ごす日々はもう40年になりることやべ
あそこは何がいいんですがよ。一番最初にチャイに食うてんがれてる名前や。あ花春いっぱいあじさの花が咲ちゃうさ。終戦後間もない頃からみかんやパイン、ウコンを栽培し、生活装備た。ある日、ジルの兄さんから二株のアジサイもらい、春のそばごあんか浮いたこと、花にちわりるちょうらんさや、だからやってよかったさ、ちわらと見せた。二株のアジサイや、さし木をし、めんにめんに増やさびたん。春が色と色を与えてくれることが楽しみやいびん。もう40年、いろんなこともあったけど、アジサイとマジュンはね、一日ちゃびたん。そう話するお父さんは、アジサイが孫、ひい孫にんだりんりいることやいびん。愛おしくてたまらない。一平かなさんに調備さ、時折笑いながら、アジサイへの愛情を話しそう見せた。増やしたアジサイや、口こよめで広がり、多くの中畑を訪れようになりびた。2001年に、よへなアジサイ園都市開園し、名前を通って15年になる、なかんかやアジサイでなく、お父さん目当てに訪れる中、面整備。来園者やアジサイ園の一番上からあるお父さんの自宅を訪れて、お父さんと握手したり写真撮ったり装備。お父さんはよく咲いてくれたね、感謝しますよち。アジサイは認知喜びさんのお客さんを見てまた嬉しくなるわけさ。で一応見せ、ああこのおばあちゃんがいちゃちゃびたんやわね。はい、3回以上で一番最初食うてんがれたし、うん、生ねない春いっぺオール、もう本当に青い絨毯。あこのまたおばあちゃんは元気もんや、はい、握手しあやかってちゃびた。嬉しいですね。40年以上もこのアジサイをこの育てられて、うん、名前は98歳でヨヘナさんいて、ガンジュの中やいびんや、ガンジュちゃい、はい、嬉しいですね。99歳ですね。はい、ああ来年の100年にしてみます。すごいですね、ケビー野菜、はい、今あのお話にもありましたひい孫のお話によっちゃんまちゃん、うん、アイビータン野菜はい、アジサイがあの孫にもひい孫にも見えてくれるという愛おしくてたまらないというあの表情でですね、うん、それほど本当に愛情を注がれているんでしょうね。失うとっていうアジサイを盛んで産むとったる場合で、うん、やっぱりあのあれさ、寺院の関係派でさ、うんうん、それでまたあの泉は海海の通さし、はい、塩化じゃやっぱります、うん、はい、ね、うん、よっちゃんばあちゃんのなーや茶屋いびいたがやお庭の方ですね。お庭にもアジサイ、今アジサイあるよ、はい、くぞいっぺおほくさちょたちがこんなさかさくてんごらさちょる花んごまさん、うん、あすしがよあの頼んでからにるかずあじさいや新しい品種へしが、うん、踊りこんちはねならさったしがよ、あれおほくさちょった、うん、あれ葉っぱ一個ゆくぞやっぱりよかあげましや、はい、太陽の当たりつくまんダメ、うんね、やっぱり湿気のあるような、うん、ね、あ湿気のあるとこもあるはい、桜の木にしんか浮いていくとての踊り子や、うん、おこさちょうたんや、うん、なあ手げうわい、うん、だからこれにさしきがなってプロあのおふくなちゃんに意味していてくてよ、はい、おにさしき死んで言われてた、さしきを切って花さち植わってあとは枝がちいるばって、はい、来年のために、はい、でも死と私が俺さしき死んで言われてた、はい、あ枝を切ってこれをまたあの新たにさしきそうってるわって、はい、あそこからまた新たな命が誕生してくるわけなんですね。こう増やすとまたね、うん、来年の日は飛んでるんだ、ね、いや楽しみやね。で本当はあのお話を聞くとで家族同様にですねお声かけてるこの姿だったりですね、そうだ、はい、こういう結構疲労もやって、あのよやんばるわよ、うん、父が会ってるはず、ああ。桜もやんばる作詞で、はい、島尻か一年めったにねんじゃ、あ桜、はい、やんばるやっぱりこのツツジも、ツツジもそうだしね、ツツジも、うん、昔やんばるの山よ、むるツツジいたんよ、ね、桜と山桜って、うん、はい、七月の花ね、うん、あだから島尻はねえらんじゃ、うん、
あまジャガルンチャイセ。はい、ジャガル土。北部赤にチャイセ。はい、赤土。土に酸性たりつに言って言えるはじ。はい、そうなんですね。はい、千代さんのところはチャイアイビーガヤのお庭、ウトウティ。はい、たくさんの、はい、ですか草花あると思うんですが。うん、私はなんていうかな、ブーゲンビレア、はい、あれを